どうもこんにちは、まみよしです。最近発表された M4 チップ搭載した MacBook Pro、 そして Mac mini、 iMac、 これ今回 Apple のサイトで予約注文してる方多いと思うんですけれども、今回はこちらの M4 チップ搭載の Mac、 なんと最大3万円分も安く買える方法を見つけたので、そちら紹介していきます。で、在庫も結構減ってきたので、気になってる方はぜひ早めにチェックして購入の方をしてみてください。ということで早速やっていきましょう。そしたら早速値段の方を比較していきましょう。今回安くなってるモデルに関しては結構決まってるので、そこだけ注意してください。まずは Mac mini から。 Mac mini に関しては今回 M4 チップモデルが3つ、そして M4 Pro チップモデルが1つあるんですけども、今回安くなってるのはこちらの M4 Pro のモデルになります。これ12コア CPU、 16コア GPU、 24GB メモリー、 512GB SSD、 こちらで218,800円なんですけども、なんとこちら199,800円で購入することができます。スペックも一緒、 M4 Pro で12コア CPU、 16コア GPU、 24GB のメモリー、 512GB のストレージ、全く同じモデルになってます。まあこのモデルだと約9000円ぐらい安くなってますね。で、このコストコで購入するには会員にならなきゃいけないんですけれども、その会員に関しては2種類プランがあります。エグゼクティブゴールドスターっていう年会費9900円のプランと、ゴールドスターっていう年会費4840円のプランがあります。で、今回購入するのはこちらのゴールドスターでも OK です。もちろんリアル店舗のこのコストコの会員証を持ってれば、会員登録する必要なく買うことができます。まあ、このゴールドスターに入ってこの M4 Pro の Mac mini を買ったとしても5000円安く購入することができます。しかも1年コストコ行き放題で、さらにこのコストコの会員に関しては、解約っていうのはメンバーシップカウンターっていうところで行わなきゃいけないんですけども、解約する場合有効期限内であれば全額返金されるらしいです。なので、まあこの年会費もタダみたいな感じになるので、まあ実質無料で Mac を安く買うことができます。ただ解約自体はちょっとめんどくさそうな感じはしますね。ちなみにこれ解約した後は1年間入会できないらしいので、そこは注意してください。という感じで今回 Mac mini に関しては約1万円安く買うことができます。そしたら続いては iMac の方を見ていきましょう。今回 iMac に関しては4種類あります。8コア CPU のモデルと10コア CPU のモデルで、256ストレージ、512GB ストレージ、あとはメモリが 24GB にアップグレードされたモデルで、今回安くなってるのはこの中間2つですね。メモリが16で256ストレージと 512GB ストレージ。で、これそれぞれいくらかというと、安い方が 234,800円で、こちらがいくらになってるのかというと 217,800円。これは 17,000 円も安くなってます。これかなりお買い得ですね。で、 Mac mini と違ってこちらは購入数制限があります。続いて上位モデル 264,800円のモデルはというと、こちら 245,980円、まあ、これは 19,000 円安くなってますね。なのでコストコで買うのかなりいい感じですね。で、そしたら続いては今回一番売れるであろう MacBook、 こちらも見ていきます。この MacBook に関しては結構いろんなモデルがあって、 M4、 M4 Pro、 M4 Max、 そして14インチと16インチのモデルあるんですけども、この中で安くなってるのは M4 Pro のみになってます。まあ、もしかしたらね、発売されたりしたらまた追加されるっていうこともあるかもしれないです。これは簡易モデルの12コア CPU のモデルで、ストレージが 512GB ストレージ、これが328,800円、こちらが303,800円、なんと 25,000円安くなってます。これかなりでかいですね。なので、この MacBook Pro に関しても US キーボードにカスタムするとかしない方であれば、このコストコで買うのがかなりお買い得になってます。ちなみにこの MacBook Pro も購入制限は3個あります。カラーに関しては両方とも選べます。で、続いてこちら上位モデルですね。 M4 Pro の14コア CPU、 20コア GPU でストレージが 1TB のモデル、これが398,800円なんですが、なんと368,800円、3万円も安く買うことができます。で、これ発売して数ヶ月とか経ってたらまだわかる価格なんですけども、まだ発売してない状態、予約の段階でここまで安く買えるのはかなり嬉しいですね。 Apple Care Plus を無料で付けられるみたいな、そんな感じですね。これもシルバー、スペースブラック、もちろん選ぶことができます。で、全体を見るとこんな感じ。これ他にもね、前の M3 のモデルとかも安くなってたりするので、コストコ入会してもいいよっていう方はこちらチェックしてみるとかなりお買い得に買えると思います。で、2日前3日前ぐらいからこれ Mac mini の M4 とか iMac M4 っていうのはあったんですけども、ちょうど今日この MacBook Pro の14インチ M4 Pro が追加されたので、もしかしたらね、明日明後日とか M4 の無印のチップとかのモデルも出る可能性もあると思うので、まあこちらのね、コストコのサイトをぜひチェックしてみてはいかがでしょうか。まあちょっとこの会員になるっていう煩わしさはあるんですけども、もともと会員の人はね、この辺気にしないでいけるので、コストコ
コ会員の方はぜひコストコのサイトをチェックしてみてください。でそしてアップルには額割りで買う方法もあるのでそちらの金額も最後に見ていきましょう。アップルのサイトの一番下に行くと学生教職員向けスターっていうのがあるのでこちらをクリックするともうこれ額割りの値段になってます。 Mac mini から行こうかな。 Mac mini の M4 Pro のモデル20万3800円がコストコだと199,800円なので額割りで買うよりも安いっていうかなりやばい金額になってます。でちょっと MacBook Pro の一番上の割引金額が高かったやつも見ていきます。これ368,800円。ああまあこれは一緒ですね。まあモデルによっては額割りと同じくらいの値段で物によっては額割りよりも安いっていう形になってます。まあこちらもね額割りのストアとこのコストコのサイトの価格比較しながらどっちで買うか決めてみるといいと思います。ちなみにお届けに関しては発売日以降ってなってるんですけどもまあ1日2日とか遅れた感じで来るのかなと思います。あただこれあれですね、今この一番上のモデル見たらシルバーはこれ在庫まだあるんですけどもスペースブラックこれ在庫切れになってて再入荷通知登録のあるのでやっぱ人気のやつはどんどん売れてっちゃうっていう感じだと思います。まあ、皆さんもぜひこの方法を使って安く Mac の方を買ってみてください。まあ、こんな感じで安く買う方法だったりそれぞれのスペックの解説そして便利なガジェットとか紹介しているのでぜひチャンネル登録グッドボタンお願いします。以上バイバイ。